芸術座はかつて日本に存在した劇団。1913年に島村方月、松井スマコを中心として結成された。後に水谷畜氏、水谷八重子が名前を受け継ぎ、同名の劇団を起こした団員の山地千恵子。スマコの没後深刻劇に遺跡1913年、松井スマコとのスキャンダルが露見したことにより、 坪内ウチ商用の文芸協会を脱退することになった島村宝月が松井相馬漁風水谷畜子沢田正二郎秋田宇桜倉と共に劇団芸術座を結成1914年第3回目の劇中で歌を歌わせるという日本初の試みが話題になったこともあり通算で444回の公演を重ねるほど評判になった。 また、松井の歌う劇中歌、歌中者の歌のレコードは、蓄音機の普及が進んでおらず数千枚売れれば、ヒットという時代にあって、2万枚の売り上げを記録した。このヒットによって、活動拠点となる芸術クラブを東京市牛込区に建築。翌1915年には、ツルゲーネフのその前夜を、1917年にはトルストイの生けるカバネを上演。これらも劇中歌の、 ゴンドラの歌、サスライの歌がヒットするほどの評判となった。しかしこの間、劇団ライブでは、松井ととの団員との確執が深刻化。水谷畜氏は、第1回公演の後に脱退、沢田章二郎らも1917年に脱退して、深刻劇を旗揚げし、以後も団員の離脱が相次いだ。1918年11月、島村が、 スペイン風邪で休止2ヶ月後には松井が島村の後を追って自殺。芸術座は解散した。1924年、水谷畜氏は演劇界の発展と義前である女優、水谷八重子の育成を目的として劇団結成を考えた。これを聞いた、島村の遺族から芸術座の名称の使用を進められたこともあって芸術座として結成。この時の主な協力者は、 塩見洋、田村明子、友田京介、青山杉作など、劇評価からの評価は高かったものの、畜氏が衣装や小道具にこだわったことから商業的には赤字という公演が続いた。そのため、小竹との提携や満州公演、新派一座との共同公演などを積極的に行った。1935年、畜氏が死去、その後は八重子が中心人物となって、 活動を続けたが、1945年になって、本土空襲が日常茶飯事のような状況となると、もう公演を続けていくことができなくなり解散した。ありがとうございます。